問題です。マンションの出入り口の自動ドアのところに新聞配達員 A と B がいます。 A と B が競争することになりました。マンションは各フロアに3部屋ずつあります。 A は2階のフロア3部屋を配達、 B は地下2階のフロア3部屋を配達して戻ってくるという競争。エレベーターは使わないものとする。 A と B はどっちが早いでしょうか。ヒント、 A は1階のフロア3部屋を配達、 B は地下1階のフロア3部屋を配達して戻ってくる場合を考えてみてください。答え、 A の方が早い。マンションの出入り口の自動ドアは1階にあるので、 A が2階に行くのには階段を1階、 B が地下2階に行くのには階段を2回使わなければならない。階段を使う回数が少ない A の方が早い。